おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。最終章前編 B パート、早坂死亡、あんずちゃん生存で進んでおります。で、前回ね、らんまるくんがみんなのことを奮い立たせてくれて、で、制御室に行った時に、いろんなシステムが舞ちゃんの指紋によって、解除されたんですけど、人形管理システムと首輪管理システムと、その棺管理システムみたいなやつが、今のところ解除されてて、あれだよね、前回さ、その、らんまるくんが、その、人形管理システムみたいなのを見て、その、ランクアップパーツみたいなのが何なんだみたいになった時に、腕が外れてさ、で、いや、早坂の遺体を見た時から分かってたんだけど、みたいなこと言ってたじゃん。であれって多分早坂が死んでないと多分そのセリフが出てこないんだろうなと思ったから、どっちも生きてる状態だったらどういうセリフになってたんだろうなっていうのはちょっと気になってますが、で首輪のねペアリング機能が外れたので、ここにいる必要がなくなったひなこちゃんに協力してもらって、これから緑に ID カードをもらいに行くところですね。で探しに行きましょうか。さあどこにいるんだろうな。通話できないですか。ひくりとも動かない。そりゃそうだな。とりあえず一通り見て回るしかないよね。さあ、どこ見て回ろうかな。おっと、どうした？あれ、緑のやつ。てっきりここにいると思ってたけど。そうなんだ。同意書取りに来たってこと？ああ、もう、ID カードが必要なのに。なんかあるね。机の上に。トランシーバーかな。何かが机に置かれている。トランシーバーを手に入れた。こっちはトランシーバーと、おーい、緑くん元ママさん、え、あー、なんかな、罠に見えちゃうわ、ムカつくな。 ID カードを手に入れた。マジかよ、これじゃねえか。どういうこと、あいつ持ち物を置いてどっか行ったの。変ですよね。さすがにね、みんな疑うよね。確かに気になるが、うん、これね、同意書。サインなんかするものか。これサラちゃん以外はみんなサインした記憶があるってことなんだもんね。うん、これは何の、結局これは結局なんて書いてあるんだろうね。すごい気になるよね。で、じゃあ制御室行ってみよう。ID カードやるとこあんのかな。さっき見つけた ID カードを使おうぜ。カードを入れる穴あるよ。よし、使おう。やっぱり怪しいよな。待ってくれ。やっぱり怪しい。でも、ひなこが覚えてたカードと同じだぜ。緑の写真も入ってるし。だが、そんな重要なものを緑が忘れるわけがない。けど、それは、使っちゃダメだ。わー、しんくんが止めてくれるんだね。嬉しい。そうさんの、いや、しんさんの AI が。そのカードは偽物だよ。機械に入れると罠が作動するんだ。やっぱり、引っ掛けだったんですか？危ないところだった。ID カードを置いた。話なら聞くよ。なんだか大変そうだし。優しい。いやー、シンくん味方してくれるかな？どうなんだろう。何について話そうかな。緑のこと。緑、つまりあなたにとっての日和くんについて詳しく教えてください。うん、日和くん、彼はね、人の記憶を研究してるんだ。研究者なんですか？いや、彼は小さい頃から、その、人間がものすごく大好きで、はぁ？好きすぎて、その、壊しちゃうんだって。いやぁ！はぁ。何が痛むのか、何が苦しいのか。肉体的な痛み、精神的な痛み。何を覚え、何を思い出し、何を忘れるのか。関わった人間で遊び尽くすんだってさ。おいおい、マジで言ってるのかよ。毎日毎日、多くの人間を実験台にした。その結果、記憶を操作する術を覚えたらしいよ。
そんなことがありえんのかよ。もちろん簡単じゃないらしいけど、条件や設備を揃えればある程度は可能みたいだよ。記憶って、記憶って消えちゃったらどうやって思い出すわ。わからないけど、ひよりくんは君たちに思い出してほしいと思ってる。だから何か用意してるかもしれないね。僕が知ってるのはそれくらいさ。そうか。その中でも、日和倉庫と月見慎くんは、あれか、お気に入りだったから、ここで飼われてるってことで、ね、相当な変態だぜ。何について話そうかな。ID カード。ID カードのありかを教えてください。僕から聞いたって、バラしちゃダメだよ。だいぶ前の話だけど、日和くんは口笛混じりに機械をいじってて、みんな楽しんでくれるかなって目をキラキラさせてたよ。そこへメイプルさんが現れたんだ。メイプルさん？メイプルさんは怒ったり泣いたり笑ったりしてて、ずっと一緒にいたいって訴えかけてたよ。はははは、日和そうのことを愛しているのかな、メイプルちゃん。そうだよね、なんかおかしかったもんね、様子ね。フロアマスターって日和くんのことって言って、ああそうだよって言ったら、日和くん、日和くん、日和くんって言ってたもん。怖かったあれ。日和くんもさすがに参ったみたいで、めんどくさそうに手紙を書いたんだ。でもそれを渡してもメイプルさんは引き下がらなくて。なんか、はぁ、はぁって。あれなんかな、日和そうにとって一番苦手なのはメイプルさんなのかな。だから最強って言ってんのかな。しょうがなさそうに ID カードを渡してたよ。じゃあ今、メイプルさんが ID カードを持ってるのか。そいつ、貸してくれっかな。多分、絶対無理。絶対に怒るし、殺されちゃうよ。やめた方がいい。相当危険なんだな。ああ、つまり、あれか。もう、ヤンデレってことですかね。日和くんに関わる女男関係なく全員ぶっ殺すみたいな感じの人なのかもしれない。怖いね。さて、聞けることはすべて聞いたが。そうだ、メイプルさんについてだけど。図書室に彼女の攻略法が載った本があるかもしれない。いや、それ見たよ。背中の隙間さって言ってた。また、戦いになるぜよ。ランクアップ。できれば。ん？ええ、なんでもない。忠告はしたよ。僕を恨まないでね。あ、仕方ない。メイプルさんをどうにかするしかないな。メイプルさんどうにかしないといけないけれども。ダミーズ本体管理システムで、これランクアップパーツって書いてあるもんな。今見てるのは影山蘭丸の情報だよ。さて、どの情報を知りたいの？電池残量について、レベルアップパーツについて、趣味趣向。レベルアップパーツ。現在右手はノーマルパーツ、左手はノーマルパーツだよ。いいパーツを手に入れてランクアップできるといいね。ランクアップできたら、そうか、取り外し可能だから、そこ変更したらちょっと戦えるようになるとか、なんかすごい特殊技能みたいなのが手に入れられることができるかもしれないってことなのかな。趣味趣向。それは後で俺が答えるからいいだろ。ダメ。ランマルくん以外の情報見たいんだけどな。ランマルくん以外見れないのか。無理だね。はんはんはん。トランシーバーこれ二つ揃ったね。ってことは、二手に分かれたとしてもトランシーバーで連絡取ることができるようになるってことだよね。ではではでは。図書室で一応じゃあそのメイプルさんの背中の隙間情報と、あと、ソウ君の、ああ、ごめん、早さか。ここに来るために謝ってしまう。メイプルさんの情報と、あと、あれだよ。ソウ君の観察日記見たいよね。これだよね。観察日記って。ああ、無理か。で、背中の隙間さーはどれだっけ？これか？この本だな。メイプルの弱点が書いてあるのは。緑の本を手に入れた。一冊だけでいいのか？
どうせなら全部取っちまおうぜ。緑の本を全部手に入れた。おう。ああ、消えちゃった。本棚の階段が戻っちゃったじゃん。危ねえ仕掛けだよな。挟まれたら普通に死ぬぜ。あとは、居場所が分かればいいんですが。手がかりは名前だけやしな。いや、それだけでも思い当たる人物はいる。そうだね、メイプルちゃん。相談室にいたあの子。凶悪な妨害者にはとても見えないけど。行ってみるしかないか。背中の隙間見れるかい？一巻を読む。やあ、僕だよ。妨害者に悩まされてる全国のデスゲーム参加者の皆さん、朗報です。なんと妨害者の中でも最強の人形、メイプルの弱点を教えちゃうぞ。背中の隙間さ、これさえ覚えておけば君も妨害者マスターだ。さあ、第二巻。続報！最強の人形メイプルに新たな弱点が判明したぞ。大事なのは感情と色だ。赤は怒り、青は悲しみ、黄色は喜びなんて具合にね。赤は怒り、青は悲しみ、黄色は喜び。ってことは緑は？楽しいとかなのか？戦うだけじゃなく分かり合うのも大事だよ。これさえ覚えておけば君も妨害者キングだ。あ、結構有効な情報くれるじゃん。3巻。ついに判明。最強の人形メイプルの知られざる弱点をつまびらかにしよう。楽しい時は一緒に楽しもう。怒った時は話を聞いてあげよう。悲しい時は優しくしてあげよう。大事に扱ってあげてね。これさえ覚えておけば君も妨害者ゴッドだ。妨害者マスターから妨害者キングになって妨害者ゴッドにまで上り詰めてしまったな。私は神だった。さあ、メイプルちゃんの元行きますか。4階のここだね。さあ、行こう。メイプルさん、私の予想が正しければ、彼女はここに。入ろう。サラ、まさかここに？はい。開くのか、このドア。そうか、誰も知らないのか。ここでペアと手をつなげば、開きます。何そのドキドキするやつ。さっさとみんな手をつなぐにゃん。これでいいぜよ。準備万端だよ。こもりしてるみてえだな。子供扱いしないでください。わー、姉子指先も綺麗っすね。はい、くすぐってえよ。しかしドアは開かなかった。なんでわ。一組しか入れねえのかな。じゃあたった二人で戦うんですか。いや、話し合いで ID カードを譲ってもらうべきだ。そんなの誰が行くんだ。そんな危険なことやりたいやつなんて。俺たちが行く。乱丸、それしかないな。頑張れよ。こういうサラちゃん好きだな、私。頑張れよ。おい、ペアだろ。俺たちはもう会ってるんだ。警戒されづらいはず。でもいつもサラさんに頼ってますし。この中で一番刑事を助けたいのはサラだろ。悔いは残せねえじゃん。そうだな。わかった。頼むぜ。何かあればすぐに部屋を出ろ。はい。私たちを残し、みんなはドアを離れた。見ろ、開いたぜ。やるしかない。こんにちは、メイプルちゃん。あ、サラ、ランマル、また来てくれた。嬉しい。いや、緑って目が緑とか、目が赤とかになるってことなのかな。紅茶出すね。二人のお話聞かせて。とにかく、機嫌を損ねないように話し合おうぜ。ああ。用意できた。ゆっくりお話ししたい。私たちも心の準備ができたらメイプルに話しかけよう。心の準備しまーす。セーブという名のね。さあ、メイプルちゃん、 ID カード譲ってもらおうか。それじゃあお茶会しよっか。カップに紅茶を注ぎ始めた。はい、何の香りかな、わかるかな。
このフルーティーな香りは、カモミール、カフェラテ、カモミールかな？カモミールだな。正解。嬉しい。サラちゃん紅茶詳しい。まあな。紅茶を一口飲んだ。ナイスだぜ、サラ。その調子でうまいこと仲良くしようぜ。ねえねえ、二人に質問。お互いに仲良くなれた？仲良しだと嬉しい。私たちが仲良くなったかどうか。もはや言えない関係。ありだな。うん、これかな。あ、もはや言えない関係だ。わあ。まんまる吐き出した。紅茶嫌い？違う、期間があれだわ、ショートしてさ。せっかく話を合わせたのに。ごめんって、ちょっとふざけちゃダメなんだね、これ。俺のせいか？二人とも少し変。様子おかしい。なんだか緊張してる。私に何か話したい。違う？警戒されちゃダメだ。別に何もないさ。名前が知りたい。話したいことがある。話したいことがあるはあれだけど、名前が知りたい。実は名前を知りたいんだ。まだ聞いてなかっただろ？嬉しい。サラちゃん、私に興味持ってくれた。名前を言ってなかったこと、ごめんね。私はメイプル。一応、妨害者。やっぱりお前が、君がメイプルだったのか。うん。ランマル、私の名前呼んでくれて嬉しい。ねえ、二人はもしかして、ヒヨリ君のこと、聞きたい？聞きたいです。聞きたい。聞かせてくれ、メイプル。ヒヨリ君、好き。私、恋してる。でもヒヨリ君、まだ私のこと好きじゃない。でも、少しずつ仲良くなってるの。少しずつ仲良くなったか。お似合いだ。いや、プレゼントをもらった。お似合いだ。お似合いだと思うぞ、メイプル。本当？嬉しい。サラちゃんありがとう。ヒヨリ君すごく優しいの。私にお手紙くれた。きっとすごく愛のこもったお手紙。手紙。私、ヒヨリ君の横で一緒に歩きたい。暮らしたい。でも、わがまま言っちゃダメだよね。なあ、メイプル。手紙を見せてくれ。他にも何かもらった。破かせてくれ。バカ。他にも何かもらった？他にも何かもらったんじゃないか？よくわかったね。そうなの。このお手紙も宝物だけど、またすごいものもらっちゃった。それって、ヒヨリ君のカード。カード？うん、差し込むと私の中にヒヨリ君を感じられる素敵なカード。もしかしてそれが ID カードか？差し込むって一体背中の隙間か？つい楽しくなっちゃった。私の話ばっかりごめんね。二人の話もっと聞きたい。ねえねえ、二人とも優勝できそう？わからない。狙ってない。まあ、正直わからない。いや、でも狙ってない。狙ってないの方が正しいんだけど、どっちがメイプルちゃんに響くかわからん。同じな気がするけどな。なんで？みたいな。でも、そうじゃないと生き残れないよみたいな。言われそうだけど。狙ってません！そんなの、狙ってないよ。私は。それじゃあ、とっておき教えてあげる。優勝すれば、サラちゃんとランマル、二人で帰れるんだよ。え？サラちゃん、多数決って、何人ならできる？それは、3
3人だね。2人だったら1対1になっちゃうし、まあ1人だったらそれは多数いないから無理だし、3人で分かれるからこそ多数決になるんだよね。うん。それは3人だろう。正解。最低でも2対1にならないと多数決にならないよね。でも、もしも2人以外みんな死んでしまったら？多数決できない。だから決戦ルール存在する。生き残った二人、しばらく一緒に生活して、どっちかが人間に、どっちかが人形になり、忠誠を誓う。え？どういうこと？話し合いで決めて、儀式を終えるの。本当なのか、その話。でも、今はボーナスステージ、特別ルール。ペアで生き残れば、そのペアで優勝できる。私もその方が嬉しい。ひよりくん、生きていてほしい。サラちゃんには、優勝してほしいの。あれ？ドアの前、気配がする。もしかして、外でお友達待ってる？ああ。長くおしゃべりごめんね。またお話ししたいな。あ、待ってくれ。ID カードを。メープルは食器を片付けている。どうする？ソラ。メープルの背中見ろ。あー、刺さってらっしゃる。これ抜いたら怒られちゃうよね。ID カード。あー、ごめんなさい。抜くなら今しかねえ。いやー、怖い。でも抜くしかない。メープルに向かって手を伸ばした。何？あ、いや、何か悪いこと考えてる？そんなことは。ち、あら、ランマルは棚に置かれた手紙を取った。頼む、メイプル。ID カード、渡してくれ。この手紙の続き、緑に書いてもらうからさ。な。触らないで。うえ。ひよりくんの手紙、触らないでよ！メイプルは怒っている。ひどいよ！許せない！落ち着けて！ああ、思った以上に激高したし、やっぱり目が真っ赤かになりましたね。穏やかな時は緑色なんだ、目が。許さない！返して！ひよりくん！やべえ、完全に怒らせちまった。結局争うしかないのか。とにかく二人じゃ無理だ。逃げる方法を考えないと。隙を見せたら、殺される。メイプルは怒っている。さあどうする？ドアを叩いて助けを呼ぶしかない。あー、メイプルは攻撃するつもりだ。俺がおとりになる。その間にどうにかしてくれ。あー、なるほど。まずランマルくんにじゃあ頼む。ランマルはメイプルの攻撃をギリギリでかわした。あー、ごめんねー。お、俺は一度死んでるんだぜ。こんなの怖くねえって。あ、メイプルは泣き出した。青いね。なんで、ひどいよ。泣き始めたぞ。いや、優しくしてあげたいんだが。ドアを叩いて助け呼ぼうか。じゃあ、開かないドアを何度も叩いた。みんな、助けてくれ！ドアを叩き返す音が聞こえる。外に伝わったんだ。よし、こうなりゃ外の奴らがドアを開けてくれるって信じようぜ。俺たちは背中に差し込まれた ID カードを手に入れるんだ。オッケー。メイプルは笑い出した。
なんだ、どうしちゃったんだ。なんだか、メイプルの感情が安定していない。これはでも読んだから大丈夫。何度だって踊りになってやるぜ。いやー、メイプルの背後に回って ID カード抜き取る。え、今、ちょっと待って、この手紙読めない？手紙。あ、触るだけで大激怒、ダメか。あー、そうか。おとりになっててもキリがないと思うんだよな。あー、でも何度でもおとりになってやるぜはちょっとな、なんか。おとりになりすぎててもちょっと、ランマルくんやられそうで嫌だから。一回ちょっと挑戦してみようか。メイプルの背後に回って、ID カード抜き取る。どうだ？いけるか？笑っているメイプルの背後をあっさりと取ることができた。今だ、背中に差し込んである ID カードを。なんだ、よく見たら3色のボタンがあるぞ。どうする？笑ってる時なんだったっけ。怒ってる時赤で悲しんでる時青だから、ってことは笑ってる時黄色か。喜んでるって言ってたな、そういえば。これだ、黄色のボタンだ。 ID カードはシュッと音を立てて抜けた。やった、手に入れたぞランマル。ナイス、あとはどうにか脱出するだけだ。許せない、許せない、許せない。どうしてうまい、ヒヨリ君は私から。ランマルもサラも大嫌い、メイプルの背中から黒い何かが伸びた。鋭く伸びた黒い何かはドアを貫いた。壊れ方えぐいて。メイプルちゃん強。危なかった。大丈夫にゃ、サラ姉ちゃん。楽しそうなことしてんじゃねえか。どんな化け物かと思ったら、こいつがメイプルぜよ。みんな、話し合いはダメか。でも ID カードは手に入ったんだな。逃げましょう、皆さん。ひどい、やってたかって、私をいじめて。壊れちゃった。あらー、悲しい、苦しい、許さない、殺す、殺したくない、殺してやる。逃げて、死ね。仲良くしようね。おい、いよいよ様子がおかしくなってきたぜ。メイプルの感情はぐちゃぐちゃだ。どう対処したらいいのかわからない。けど、戦っちゃダメだ。何か和解する方法はないのか。メイプルは怒っている。みんな許さない。すごい迫力ね。どうにかしないとな。ねえ、ランマルが手に入れた手紙読ませてくれないかな。ここはやっぱり僕の鼻で怪しいところがないか鍵を開けるにゃ。どうしようか。あー、これはね、書いてあったよ、ちゃんと緑の本に。怒ってる時はなんだっけ。悲しんでる時は話を聞いてあげる。で、笑ってる時は一緒に楽しい時間を過ごす。怒ってる時どうするんだっけ。ちょっととりあえずじゃあ舞ちゃんに手紙読んでもらう。ちょっと待って、この手紙、この子について
だから緑が書いた機嫌を取る用のラブレターだろ。そうじゃなくって取扱説明書ってやつだよ。ほんまぜよ、読んでみるかじゃ。最強の人形メイプルは寂しがり屋の女の子。女の子に暴力を振るってはいけない。大事なのは共感し友達になることだ。彼女の感情をしっかり理解し、いい友達になってあげることが平和への鍵になるのだ。いいこと書いてあるね。冗談じゃねえ。女心っつうのがこの世で一番めんどくせんだぜ。苦手なのはわかりますが、お願いします。ほら、お腹のところ見て。あれが有効度メーターだって。ゼロです。あ、違った、 20% ぐらい。じゃあ有効度が高まった頃を見計らって仲直りすればいいんだね。よし、とどめは任せたぜ、アンズ。私が仲直りするの？やれ。わかったよ。でもみんなもしっかり有効度を上げてね。おー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 おおお。メイプルは泣き出した。いじめるんだ、みんなして、いじめるんだ。こっちのセリフじゃねえか。よし、野球ものまででよ。教会を震撼させた鉄板ネタを披露するかじゃ。ちょっと待って、滑るよ多分。こういう時は黙って話を聞いてやるのが一番だぜ。あー、これだな多分。で、鼻じゃない、よし、手紙は返そう。悪気はないってことを伝えて場を和ませるんだ。コミュニケーションの基本は会話でしょ。おしゃべりに付き合ってあげる。あー、冗談でも言えばいいっつのか。仲直りしよう。ほら、握手。何巻に書いてあったっけ。これでターン消費しないよな。これか、2巻だったかな。大事なのは感情と色。赤は怒り、青は悲しみ、黄色は喜び。あ、違う。3巻これかな。楽しい時は一緒に楽しもう。怒った時は話を聞いてあげよう。悲しい時は優しくしてあげようか。なるほど。優しくするやつはなんだ。黙って話を聞いてあげようは怒ってる時だもんね。話を聞いてあげよう、一緒に楽しもうがおしゃべりに付き合ってあげるかな。いや、ちょっと待って、わかんねえな。泣いてる時が一番むずいぞ。泣いてる、優しくしてあげよう。優しくするのってどれだろう。これかな。手紙は返そう。悪気はないってことを伝えて場を和ませるんだ。優しいよね多分これ。どう、な、大丈夫だ、悪気はないんだぞ。返してくれるの、ありがとう、やんまる。あ、やった、メイプルの悲しみが軽くなった。すまん、悪かったな。元気出せよ。やんまる優しい。さっきまで嫌いだったけど少し見直した。あ、メイプルは笑い出した。ねえ、いいものあげる。メイプルは棚からハンカチを取り出した。受け取って。急に、なんだ、罠か。でも今なら仲良くなれるかもしれません。なるほど。カンナはハンカチを受け取ってみるべきだと思います。楽しい時は一緒に楽しもうだったよな。いやー、ハンカチ受け取らないと怒っちゃう気がするから受け取っていいと思うんだけど、どう？カンナはハンカチを受け取った。メイプルは幸せそうだ、やったぜ。嬉しい、カンナ受け取ってくれた。はい、ありがとうございます。いいな、気にしないで。メイプルは怒り出した。許さない、みんな。コロコロ変わっててついていけないな。これは黙って話聞いてあげようじゃない。あ、でもこれカンナちゃんどうだった。綺麗なハンカチですが、お名前が書いてあります。お礼を言って返しましょう。あ、わあ、これは多分違うから、こういう時は黙って話を聞いてやろう。これだ。
んだ。何も言い返さないんだ。メイプルは少し怒りが収まった。いいねいいね。わかってくれたのかメイプル。少しだけ。でもメイプルは泣き出した。もう嫌だよ。悲しい。笑って怒って泣く。順番に感情が変わるんじゃねえか。そうだね。泣いてる時にそう優しくしたいけど、泣いてるからあれだ、ハンカチお返ししようかな。もしかしてこれじゃない？くれるの？これ、ありがとう。メイプルの悲しみが軽くなった。いいね。お返しします。これで涙を拭いてください。カンナもこれまでたくさん泣いてきましたから。優しいカンナちゃん、優しい、大好き、優しい。メイプルは笑い出した。もう不気味だけど、ずっと笑っててくれた方がマシじゃない。さあ笑っている。冗談でも言う。こっちどうだ。いやでもな、ひなこちゃんなんかおしゃべり苦手そうなんだよな。失礼だけど。あー、ちょっと車田さんの冗談見てみたい気はする。でも九太郎さんの野球モノマネも見てみたい気がする。あー、どう、冗談言え。面白い、楽しい、とても。メイプルはとても楽しそうに笑ってる。よかったね、車田さん。滑らなかったよ。お、だよな、そうだろ。あんなつまんない冗談で笑ってくれるの？てめえ、後で覚えてろよ。嘘じゃん、本気にしないでよ。あ、怒った。メイプルは怒り出した。いい加減にして、返して、ひよりくんは。これどれくらい貯めればいいんだ。何パーセント、マックス、マックスまで貯めないと無理かな。ある程度貯まったらってどのくらいだろう。でも黙って話を聞くっていうのあるけど、会話しちゃったら多分黙って話聞いてないんだよね。話を聞いてあげようじゃなくて、会話しようとしてるから違う気がする。で、銀くんは多分この部屋の周辺探索しようとして、なんか怪我させられちゃいそうで嫌だ。で、仲直りしようにはなんかちょっとメーターが怖い。怒ってる時に九太郎さんの野球モノマネも怖いな。なんか怒り魚でしそうで嫌だな。ここまで一回も多分ミスってないから、一回ぐらいミスっても大丈夫ってことで、ちょっと博打だけど、いや、ひなこちゃんで失敗するんだったら九太郎さんで失敗した方が面白い。野球モノマネせよ。球界を震撼させた鉄板ネタを披露するがじゃ。頼んだ。あー、動いたら背中の痛みが。ごめん、球太郎さん。すまん。球太郎は背中の傷が痛み倒れ込んだ。え？成功するんかい。少しメイプルの道場を買ったようだ。筋肉ゴリラ、大丈夫じゃん。大丈夫ぜよ。心配すんな、銀。動かない方がいいです。傷口が。お前さんたちが頑張っとるのに、俺が寝てるわけには。いいから寝てな。腕力が必要な時じゃないんだ。温存してなって、九太郎。みんな、すまねえぜよ。メイプルは泣き出した。誰もわかってくれない。ひどいよ。カンナたちは分かってあげれます。信じてください、メイプルさん。これ、ちょっと一回セーブします。で、泣いてる時だったらおしゃべりに付き合ってあげるのはいいんじゃないかと思うんだけど、ちょっとこれやって仲直りしてもらおうか、アンズちゃんに。コミュニケーションの基本は会話でしょう。おしゃべりに付き合ってあげる、どう？でも、ひなこちゃん困らせちゃう。もっと悲しい。
下がっちゃった。あ、ダメか。もうめんどくさいな、泣かないでよ。まあまあ怖い顔しちゃダメだよ、ひなこ。ほら落ち着いて。ちょっとそういう優しさをあいつにぶつけてよ。メイプルは笑い出した。少なくとも笑顔の時には襲ってこねえよな。アンズちゃんに仲直りじゃしてもらおうか。ねえ、仲直りしよう。ほら握手。行け。あ、いい笑顔じゃん。私たち、あなたにすっごく悪いことをしちゃった。謝りたいの。ごめんね。でもね、 ID カードがどうしても必要なの。刑事さんっていう人の命がかかっててね。わかったよ、アンズ。後で返してくれるよね。私信じればよかった。誰も傷つけなくてよかった。メイプルちゃん、じゃあこれで仲直りだね。メイプルは ID カードを託してくれた。あー、よかった。ありがとう、メイプル。あ、びっくりした。怖い怖い、びっくりした。もう急に目真っ黒になんないで。頭が痛い。メイプル、逃げて。みんな暴走しちゃうってこと？ダメ。様子がまた殺しちゃう。いや、わあ、逃げてみんな。ダメだ、逃げ切れねえ。くそ、いい加減にしやがれ。あ、好き放題しやがって。このままぶっ壊してやる。バカ、離れろ。ビビってんじゃねえ。こいつの攻撃は背中からだ。距離さえ詰めりゃどうってことねえ。ダメだよ、車田さん。砕いてやるよ、その頭。ダメ。逃げるよ、誤解に。肩につかまれぜよ、車だ。あー、目が赤い、穴開いとる。早く。いや、逃げないといけないのは分かっているが、調べたい。他でもまあ調べられないだろうな。逃げようね。おとなしく逃げよう。何してんの、急いで。待って、みんな、九太郎さんは怪我をしてて。レコ、すまね、肩を貸してくれ。あ、捕まれ。九太郎は車田をレコの肩へ乗せた。何してんの。行け、お前らだけでも先に行くぜよ。九太郎さん、何言ってるんですか。早く立ってください。いいから行け。何のために危険を犯したぜよ。刑事を救うんやろ。これくらいの危険想像してたじゃねえか。そんな。九太郎さんは私が守る。みんな行って。分かった、九太郎さん、頼んだよ。あー、間違った。ロッカー、なんで？やっぱり僕、筋肉ゴリラが心配だにゃ。戻る気？死ぬよ、あんたまで。どういう意味だわ。筋肉ゴリラがやられるわけないにゃ。なら信じるんだ、ギン。私は戻ろうとする銀を掴んだ。こうするしかないんだ、銀。移動しよう。
みんな乗って。早く閉じなよ。追いつかれたら全滅だよ。ダメだよ。やっぱり待とうよ。サラ姉ちゃん。キン。ギリギリまで待とう。キュー太郎さん、早く来て。ふざけないで。ひな子は無理やり閉じるボタンを押した。エレベーターはゆっくりと閉まった。そして静かに4階を離れていく。九太郎さん、舞さん、ごめん、ギン。でもこれが最善の。くそ。これで最善。信じるんだ。もうそれしか。お願い。せめてこの ID カードだけは、ちゃんとしたものであって。とにかく、制御室へ急ぐぞ。行くしかないんだよ。ギミックセキュリティ。レベル2を解除するには ID カードが必要だ。これを使えば。 ID カード認証に成功しました。よし、本物だったんだ。え、おい、監視カメラの映像が消えちまったぞ。どうなってんだ。でも他の機械は動いてます。大丈夫です。消えたのは監視カメラだけか。なるほど。では、気になるところなんですけど、今日はこれで終わりたいと思います。結構長くなっちゃったかな。二つに分けてる可能性もありますが、ご視聴ありがとうございました。次回、刑事さんも、九太郎さんも、舞ちゃんも助けられるように動いていこうと思います。では、また次回。おつぴよです。